名古屋の東山動物園では世界最高齢のユキヒョウの長寿を祝う会が開かれました。ユキヒョウのメスパトラ。ユキヒョウはヒマラヤの山岳地帯に生息するネコ科の動物で、パトラの年齢は20歳、人間でいうとおよそ100歳にあたり、現在世界で飼育されているユキヒョウの中で最も長寿だということです。今日は好物の馬肉80キロと花束が贈られました。すごいと思う。孫のために長生きして頑張りたいなと思いますけどね。